こんばんは。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 こんばん。こんばん。こん。あ、こん。あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは、ゆびにく8時をお知らせします。8時です。月食はね、角度的に見えなかった。月が見えないところにいたので、そう、見えなかったんです。残念。そもそも月が見えなかったです。びっくら。月が見えないなんて、見えないなんて。見えなくなっちゃった。あ、見た。素敵。部分月食とはいえ 98% 隠れるので、もうほぼほぼ部分月食ではなく、普通にね、全部隠れるぐらいの大きさだったみたいですね。ね、遊びに来たよ。ありがとうございます。ありがとう。お知らせで来てたんですけど、イベントじゃない、お知らせだ。お知らせで来てた。いい肉の日、いい肉の日、来てました。前の幸と、海の幸と山の幸とみたいなイベントが今回もあって、私実はまだ前回の幸まだ届いてないんですよね。届いたらみんなの前で食べるので、もうちょっと待っててくださいね。うん、よかった。前回海にしてたから、私は海も山も楽しめる。わーい。まだもらったわけじゃないけど、11月22日15時より、いい肉の日記念すき焼き vs 好きな肉どっちなのはどっちなのはどっち、好きなのはどっちキャンペーンがあるんだって。11月29日は肉の日。数あるお肉の料理の中でも人気の高いすき焼きと焼肉、皆さんどっちが好きですか？皆さんは焼肉とすき焼きどっちが好きですか？どっちが好きですか？あ、20万ポイントを達成したメンバー国産牛をプレゼント。そして30万ポイント達成した場合、特典が黒毛和牛にグレードアップ。無料ギフトあるんだって。今回も頑張ろう。無料ギフト
皆さんは焼肉とすき焼きどっちが好きですか？どっちが好きですか？焼肉、焼肉。どっちも、私もどっちもだよ。それを言うとどっちかが嫌いなわけはないよ。焼肉、1焼肉、2すき焼き。あ、じゃあちょっと、はい、ちょっと待って、終了しよう。終了した、はい、終了した、終了した。私に食べてもらいたいのは1焼肉、2すき焼き。私に食べてもらいたいのは1焼肉、2すき焼き。あ、ちなみにこれで多かった方とかじゃなくてこれ聞いてるだけなんで、はい、超聞いてるだけです。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。おお、そんなに変わんなかった。 53% 焼肉、 46% すき焼き。すき焼きで、すき焼きで。はい、私は10月22日からすき焼きをして、すき焼き派としてイベントに参加しますので、無料ギフトをゲットした方はすき焼きの方に。あれだよね、すき焼き、え、これってさ、え、なに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 、これってすき焼きのギフトが20万ポイントすきの方のギフトをギフティング。これはもし、え、あ、そっかそっかそっか、すき焼きギフト、どっちも達成しても私が好きな方をもらえるらしいんですけど、基本的には達成した方がもらえるみたいです。はい、なので無料ギフトは優先的にすき焼きを投げてくださったら嬉しいです。どっちも達成しても、どっちも達成してもどっちかしからしいです。はい、達成した獲得ポイントの得点のみ獲得することができます。うん、そうです。なんか焼肉って食べに行くけど、すき焼きって、すき焼きって食べに行かないかも。うん、私なんかお肉焼くとかあってもお家で、すき焼きを お家で食べるみたいなのはないかもしれない。うん、なかなかさ、今日はすき焼きにしようと思ってすき焼きのお肉買ってこないかも。なのですき焼き、すき焼きにします。ね、11月22日からだって。だから明日の明日の明日からだ。月曜日からか。月曜日何してるのか。あーん、まあ、夜配信できるかな。うんうんうん、
ね、白滝豆腐長ネギ、長ネギ好きなんだよね。長ネギ好き、長ネギマン、ネギおじさん、あ、ネギおじさんが長ネギマンってことは言っちゃダメですかね、皆さん。長ネギマン、皆さん、長ネギマン、コナンが新一みたいな感じの暗黙の了解ですから。あ、そうそう、上を向いて歩く、海外ではすき焼きという曲名です。そうだよね。うん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 。お、12日連続配信イエーイ、毎日アイドルになっちゃった、やったー、ありがとうございます。毎日アイドルになっちゃった、嫌だな。キー様、キー様、綺麗だな、本当に。キー様、ヘタレたちを、あ、そしてもうこれ見せていいんだよね、もう見せていいんだよ。なんとですね、あれ、ピアスポーツの中に入れたと思ってたのに、あれあれ、あったあったあった、じゃん、こちらの缶バッジ、このぐらいの大きさです、この缶バッジ。あのリアルお話し会、23日のリアルお話し会で、会場限定で、会場でも CD 発売されるんですけど、なんと漏れなく1個缶バッジがついてくるみたいです。ランダムです。そしてランダムでサイン入りが入ってるかもしれないです。結構大きい、このぐらいの大きさです。結構な数サインさせてもらったので、な、結構当たると思う、あれ全体で 何枚用意してるのかわからないんですけど、
なんか、結構当たりそうだなって思いました。ぜひ。そう、ランダムだし、あとはなんかメンバーの缶バッジだけじゃなくって、なんか下手だってやるときやるよみたいな、なんか文字だけ書いてある缶バッジとかもあって、なんかそれがどれぐらいの割合で入ってるかわかんないんですけど、そうメンバーのすごい可愛いなって思いました。ジャケ写風の、ジャケ写のあれですね、そうカットのやつ。あ、モズのやつ欲しい。逆にか。逆にか。そっか。これは私がそのサイン書いた時に欲しいですって言って予備のやつをいただきました。ちょっと前にサイン書かせてもらったんですけど、このぐらいの大きさです。もしね、リアルお話し会に行くよって方はぜひ参考にしてみてください。毎回割となんか CD めっちゃ売り切れてるのかな、なんか足りなくなったりとかしてる。一回よくなんか会場限定の生写真あるじゃないですか。一回生写真欲しいですって言ったら、なんか売り切れたからないって言われて、そう当日分全部なくなっちゃったって。結構ね、まとめて買える方が多いイメージ、ここの会場限定の CD って。そうだから、もしなんか12時間目とかを開けてる方とかいたら、あ、そしたら会場入れないのかな。まあぜひ、早めに行ってみるといいかもしれないですね。リアルお話し会はその時間に行ったら必ずお話はできるけど、そう特典、あ、でも今回はだから特典、会場特典写真はないです。今回缶バッジなので、逆に缶バッジなのでちょっとわかんない、普段よりも早めに並んだ方がいいかもしれないです。怖い、嬉しい缶バッジついてくるの嬉しい。このぐらいの大きさです。選抜メンバー全員分入ってます、サイン入りとこの写真のやつは。身につけられる、あ、もちろん缶バッジなので、これ裏こうなってます。裏こんな感じ、表こんな感じです。そう、私もどっかにつけようと思ったんだけど、もらった時にまだ缶バッジの情報を出してなかったから、そう、情報出てからつけてねってスタッフさんに言われたので、ずっとメイクポーチの中に入れてました。あ、広島の時もあるのかな。あ、どうなんだろうね、どうなんだろう。でも何かしらはあるんじゃないですか。でも広島でそもそも会場で販売するかどうかもわからないので、それは絶対あるものじゃないので、これはちょっとよくわからないんですけど、まあ、あったらいいですね。あったらぜひ行ってみてください。そもそもあなたが広島のリアルお話し会が当たるとは限りませんか。こうやって広島、あ、そのところのリアルお話し会当たった人しかいけないのかな、会場限定のやつはね。でもまあそうですよね、きっとそうだよね、当たってないと。じゃあ当たった方は、じゃあ逆に本当にレアだね。当たった方しか購入の権利がなくて、しかも会場限定っていうレアレアのレアですね。ぜひ。そう、しかもランダム。ぜひぜひ。
缶バッジのご指名はなし、なしですね。もう完全ランダムです。だから一発目で推し面が当たるかもしれないし、延々とメンバーの缶バッジ当たんないかもしれない。文字のやつ、文字だけのも何個か入ってるので、文字だけのやつはサイン入ってないです。メンバーのやつで、私は、私だったら私の缶バッジに私がサインしてますみたいな感じです。あ、プレミアくじは違う缶バッジかな。あ、そうだと思いますよ。プレミアくじは多分これじゃないと思う。うん、お話し会の再編が始まったね。え、そうなの？全然知らなかった。もう全然知らないわ。え、それいつからの話？そうなの？本当に本当に再犯。あ、ほんとだ。あ、これも22日まで。18日は、あ、18日全部完売してる。19日も全部完売してる。1月8は、あ、1月8、247。247時間目販売しています。1月9日は46時間目が販売してます。2月12、あとは結構買えるかな。2月12は1時間目しか完売してないのに、まだ全然余裕のよっちゃんです。来年のやつから買えますね。私のおすすめは1月です。1月8、9がおすすめかな。あとはね、地味に20、21もなんかおすすめかも。なんか私の予想的に、もし5周年コンサートがあるなら、あの3月じゃないですか。で、20、21ってなんかこの辺に、この辺に26、27とかかな。なんかそう、私の予想的にもし5周年コンサートがあるならこの辺じゃないですか。だからまあコンサートあってもなくたとしても、5周年おめでとうって、5年6年目だねみたいな話がここでできるので、おのぬめかな。あとはそれよりも、まあ一番は1月8、9ですね。明けおめことやろって言えますし、やすし、ね、ぜひこのぬめのところにお待ちしてます。そろそろギフトあるだろうなと思ったけど、まさかまたあるとは思わなかった。そのやつが嬉しい。お肉まだまだもらえたわけじゃないけど、で、ではなので皆さんぜひ無料ギフトをね、あれ毎日あるのかな、無料ギフト、無料ギフトをもらう習慣をつけてください。どうにかこうにか。
花火は毎日だ。前の海山ギフトは どうだった、毎日だったっけ。あれ海山ギフトと一緒だったかな、多分同じっぽくないですかね。毎日だった、じゃあなんか毎日ありそうな気もしますね。まあ私が毎日配信できるかはわからないんですけど、わからないんですけど、うん、ね。今日も髪サラサラ、ちょっと髪伸びてきた。私は髪を伸ばすでしょうか、切るでしょうか。正解はいつかわかります。伸びた頃に、ああ伸ばしたのかなーってわかるのかな、切った時に、ああ切ったのなーってわかるのか。どっちも似合うから楽しみだ。ありがとう、ありがとう。過去一長かったのは本当に毎回言ってるけど、風を待つとか出航の時かな、この辺まであった本当に。さっき見てた夢を思い出せない、すぐ消えてしまって、切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいないよ。風を待とうこの岬で、もう少しで春は来るはず。青い海に日差しが晴れて、君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you、 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても、 I wanna see again、 ただ会いたくて、それが恋と気づいた今さら。なんかショールームのカラオケ機能をもう全然使ってないんですけど、あれって有線のイヤホンがないと使えないんですね。私最近こうワイヤレスイヤホンを使ってるので、ワイヤレスイヤホンだとできないんですよ。うん、どこやったっけな、なんかねどっかあるんだけどな、どっかに、うーん、あにあるかな。膝よっ、
てあった。これテンポ悪くなるかな。STU48。 あ、ヘタレたちよ、入ってる。おおおお、あああああ。さあ誰たちよ、やんばれ。ああ。大体じゃないってすっごくだけなの。あいつができるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの見てないし、一生懸命やらなくていい。
て、やるときはやるよ。イエーイ。なんか初めてカラオケで歌ったヘタレたちよ、ありがとうございます。ST48 7枚目シングルヘタレたちよ好評発売中です、ありがとうございます。そう、私あんまりカラオケに行かなくってですね、人生でカラオケで歌うっていうことがないんですけど、カラオケしてみました、ありがとうございます。はい、再販が発売中です。ん、申し込み受付中です。私は12月もありがたいことに完売してるので、1月8、9なんですけど、よかったら会いに来てください。そして会場でもリアル話し会、23日に会場限定のこのバッジ付きで販売されるので、数量限定でぜひよろしくお願いします。初めて歌った、楽しかった、楽しかったです。兄弟しかないのか。兄弟と AKB さんのカップリングの曲しかないんですね。ST カップリングもいっぱい素敵な曲があるので。あ、BGM ちょっとちっちゃくして。あ、ごめんね、私 BGM をね、大きくしてるんです。BGM 大きい方が好きなんですよ。
ありがとうございました。 ST48 思い出せてよかったです。はい、 AKB さんのカップリング曲としてあるんですけど、すごくいい曲ですね。ずっと歌い続けてる曲です。ありがとうございます。今日の締めは、私の大好きなこの曲です。私歌うのあんまりうまくないので、はい、ね、この前歌唱力決定戦ありましたが、ね、人には得意不得意がありますが、私は歌うまくなりたいですね。でも人前で歌うの、あ、始まっちゃった。おはこんちです。
ありがとうございます。拙い歌を何曲も聴いていただきありがとうございました。あなたとクリスマスイブで私の大好きな曲です。お風呂とかでよく歌ってます。私がお風呂で歌うナンバーワンソング、あなたとクリスマスイブです。この曲のポイントは夏に歌うことです。夏に歌って夏だけど冬だねってなることですね。でもそろそろ本番の冬になってきて、来月はもう来月もう1ヶ月後はクリスマスなので、去年が今年のねクリスマスコンサートは誰が出るのか何をするのか、あとインストアライブもありますからね。クリスマスは私たちまだ何もクリスマスについて、私はクリスマス誰と過ごせるのか何をしてるのかまだ全然わからないんですけど、普通の配信に戻しました。ありがとうございます。ねえ、でもまだあれは誰が出るか発表されてないから私たちも知らないので、自分がその岡山にいるのかいないのかもわからぬです。久しぶりにマイク付きで歌いました。イエーイ、ありがとうございました。拙い歌をもっともっといい曲いい歌声を聞きたい方はぜひ来年歌唱力ナンバーワン決定戦本戦があるのでそれ聞きに行ってください。はい、すみません、拙い歌を聞いてくださってありがとうございましたね。このギフトとかでいっぱい盛り上げてくれてありがとうございました。楽しかった。まあうまいうまくないは置いといて、まあレアですね私がこうやってショールームであのマイク付きで歌うのはまあレアなので、いい意味でもいい意味で、はい、またお時間ある時にぜひ聴いてください。なんか私すごく自分の声が返ってくるのがちょっと苦手で言い訳なんですけど、あのレコーディングの時とかも自分の声をすごい下げて歌ってます。ガイドボーカルとそのバックコーラスっていうかいろいろ聞いて、自分の声はいつも片っぽだけつけてるんですけど、その返ってこない状態で自分の声を聞いてます。この片っぽだけしかしてないから自分の生の声がこっちの耳から聞こえるんですけど、それで自分の声を聞いてたりしてます。はい、あとはたまにその耳つけてコンサートあるんですけどっていう時も割と歌う時はちょっと片っぽ外してたりするかな。そういう人多いの。いや、なんか私は自分のちょっとでもずれた音程が自分に返ってくるとさらによく分かんなくなっちゃうから、そう、もっとよく分かんなくなっちゃうので、あんまり自分の声聞きたくないあんまり自分の声聞きたくないんですよ。はい、だからこの声が返ってくるようにしてくれてるんですけど、それも割となんか自分の音を落としてもらったりとかしてますね。あー、慣れとかもあるんだ。かもしれないですね。
まあ、イヤモニあんまりつけることないからそこまですることはあんまりないんですけど、です。多分全然みんながみんなじゃないと思う。私はなんかそう、なんか音程違ったら気になるくせに自分はそこまで歌が上手じゃないから。自滅しちゃうんですよ。自分で自分の声聞きながら歌っちゃうと自爆しちゃうので、はい、なので割と音を抑えてもらって歌ってます。まあでも初期の頃よりかは人前で歌うことにここまで抵抗はなくなってきたかなって思うけど、まだまだ何言ってんだかって話して、みんなで歌うならいいけど、なんかこうやって一人で歌うのはまだまだちょっとよくわかんないですね。まあ、でも私あんまり自分の歌もだけど自分の声が好きじゃないから、そうなんか声好きとか言ってもらうとありがたいです。嬉しい、ありがとう、こんな私の声でも好きになってくれてありがとうってなります。ありがとう、メール続いたっけな、ちょっと待って、あ、メール届いてた、ごめんなさいね、今日全然スマホ見てなくって、皆さん声が出せるようになったら10秒だけやってみるか、ヘイ、何年かぶりに全力でヘイ、最高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 、最高、気持ちいい自分に、せーの、頑張れ、ヘイとせーのをぜひライブで言ってほしいです。まだまだ落ち着いてのライブが多いんですけど、はい、みんなでヘイって言ってください。あのこの前なーちゃんとココアとそのペンライトを持って皆さんの振りのやつを撮ったのでいつか YouTube に上がると思いますので、はい、上がったらちょっとチェックして、めちゃくちゃ簡単なやつなので、めちゃくちゃ簡単だしみんながそれやってるのをなんか想像すると可愛い、可愛い
わ YouTube 見て練習してきてくれたんだの嬉しい泣いちゃうってなります。いつ上がるんだろうね、いつ上がるんだろう。クリスマス前とかに上がるかな、クリスマスでするかな、するかするかな。12月のカンガルーやりたい。12月のカンガルー、寒がりなカンガルー、君のすべてを守りたい。で、明かりの音が言葉以上に愛を伝えるよ。あれ可愛いですよね。可愛い。私12月のカンガルーの振りがめちゃくちゃ好きで、あ、振りもだけど衣装がめちゃくちゃ好きで、あのカラフルなコートとカラフルなマフラーがすごく好きです。 SKE さんの衣装の中で一番好きかもしれない。一番はそれと、あとは不器用太陽の時の紅白の衣装がすごく好きです。いいよね。 ST もなんかクリスマス曲欲しいな。 ST もクリスマス曲欲しいな。なんかあんまりなんちゃら曲ってないよね。夏曲、まあ、サングラスデイズか。表題曲で季節感のある曲ってあんまりないよね。暗闇って別に超夏でもないし超冬でもないし、風を待つはもう少しで春は来るはずって言ってるから、まあ、春前なんだろうなっていう感じはするけど、でも春って別に季節の春だけじゃないじゃないですか。あの曲の春っていう意味はなんか季節の春が来るっていう意味だけじゃないじゃないですか。だからそこまでの季節感ない。大好きな人、まあ、別れの曲ですけど、そんななんかすごくこの季節の曲っていうわけでもないし、無謀もそんなこの季節っていう感じではないし、思い出せる恋をしようもね、別に独り言もそんなにだし、ヘタレたちをもそんな夏の曲でも冬の曲でもないから、なんかどの季節にもまあいい意味で歌える曲ですね。スティの曲は全部、いつかいつかこれはこの曲でみたいな、3月の春の前の曲でとか夏の曲でとかあるのかな、冬の曲でとか。話になってどうするつもり、今どこかへ歩いて、ゴッタはちょっと茶色く見える。ゴッタ黒に戻る。私ちょっと茶色も似合うと思うんだ、自分で染めないけど別に。別に染める予定はないけど、ちょっと茶色みたいなのも似合うと思う。なんかあからさまな茶色じゃなくって、ちょっと光の当て具合、当たり具合でなんかちょっと茶色っぽいなーっていうか、栗っぽい色っていうか、そんな感じのが似合うと思ってます自分で。
派手髪は似合わなさそうだな。うん、金髪とかは似合わないな。私あんまり派手な顔つきじゃないので、顔が髪の毛に負けちゃうから、あんまり派手な髪色はできないと思う。インナーとか入れてもまあいいかな。でも私そんなになんか細かい人じゃないから、すぐ色落ちしてすぐなんかめんどくさくなっちゃいそう。やっぱちょっとした茶色かなって思う。クーカちゃんかわいい、かわいいクーカちゃん。あ、そうだそうだ、9時になったから、ちょっと待って、ね、あ、ブルーに染めていいですね。ブルーいいね。インスタに投稿しないとな、インスタ。いいな、インスタ投稿してないのに。フォローしててくれてありがとう。ありがたい、ありがたい。ありがとう。にゃんにゃん。ありがとう、にゃん。1位、ヒーローさん。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はカラオケもさせてもろて、はい、この後は七並べもします。あとはメール送ります。すみません、メール遅くなっちゃって。はい、それでは最後までありがとうございました。明日も一日
頑張りゆみりん。それではおやすみなさい。バイバイ。おやすみ。おやすみんと今宵もまた夢で会いましょう。